はい、ありがとうございます。なんだろう、あ、クリスマスカードだ。あ、ベサニーさんからクリスマスパーティーするんだ、行ってみようかな。こんにちは。こんにちは。メリークリスマス。メリークリスマス。来てくれてありがとうございます。今日はお招きいただきありがとうございます。はい、よかったらこれどうぞ。あ、美味しいですね。はい。どうですか。あ、いいと思います。あ、これは何ですか。これはクリスマスに食べるイギリスのお菓子なんですけど、ミンスパイって言います。すごく美味しそうですね。はい、美味しいです。そういえばベサニーさん、もうすぐクリスマスですね。そうですね。毎年ベサニーさんはクリスマスどのように過ごしてるんですか。イギリスにいる時はよく家族と一緒に過ごしていたんですけど、はい、日本に来てからは友達と過ごしたり、まあ、クリスマスマーケットに行ったりします。そうなんですね、はい、楽しそうですね。はい、楽しい。日本ではですね、クリスマスの過ごし方は多様化していると思うんですね、うん、でクリスマスが終わると日本では年末年始の雰囲気になって、はい、まあ、大掃除とか、うん、正月の準備を始めたりしますね、うん、で正月になると家々では、門松とかですね、はい、締め飾りという、まあ、正月飾りを飾ります、うん、でこれは12月の29日とか31日に飾るのは、うん、まあ、縁起が悪いということで、まあ、避けられています。でここで飾った正月飾りは松の内、と呼ばれる期間を飾って、はい、その後、まあ、取り払うということになります。うん、松の内って何ですか。松の内というのはですね、まあ、正月飾りを飾る期間のことになります。だいたい1月7日までがその期間ということになっています。で大田区のですね、6号の河川敷では毎年どんと焼きという行事をやってまして、その正月飾り取り外したものを、まあ、みんなで焼いてですねその焼いて、火で、餅とか、うんうん、お芋なんかを焼いてみんなで食べて、まあ、幸福と健康を祈るということをやっています。じゃあ大田区にはそういう飾り終わった正月の飾りを集めて燃やす。そうですね、行事ですね。6号の河川敷以外でもやってるところはあります。はい、すごいですね。ちなみに、ベサニーさん、はい、日本では12月31日の年越しの日に食べる食べ物があるんですが、うん、何かご存知ですか。そばでしたっけ。あ、そうなんですね、うん、日本では古くからそばを食べる、まあ、習慣があります、うん、年越しそばというものですね。そば、はい、は細くて長いので、うん、まあ、長生きできるようにとかですね、うん、まあ、家族とずっと縁が続くようにという願いを込めて、まあ、ずっと食べられてきました。あとはそば切れやすいので、はい、今年の不幸や、まあ、厄災を、まあ、きれいに断ち切って、うん、まあ、新しい年を迎えるようにというようなこともあって、まあ、食べられてきました。でそういう習慣というのはですね、古くからあったんで、今でも、まあ、多くの家で、まあ、年越しそばは食べられていると思います。イギリスでは、その新しい年を迎えるときに食べる食べ物ってないんですけど、はい、その他に習慣があると思います。それは例えばどういう習慣なんですか。12月31日の夜は、友達などとパーティーに出かけ、12時に近づくと、まあ、カウントダウンをします、はい、で12時になると花火が上がって、はい、で大人は、まあ、恋人とかにキスをして、はい、でみんなでオールドラングサインっていう歌を歌います。そうなんですか。でそのキスも歌も、まあ、愛情と友情を含めるための、まあ、するものです。多分日本ではそういうのないと思うんで、うん、もしかしたらそういうのは、まあ、イギリスならではのことなのかもしれませんね、はい。ちなみにオールドラングサインのメロディーは日本でもよく聞くと思うんですけど、知ってますか。いや、ちょっとわかんないですね。ちょっと歌ってみます。ありがとうございます。絶対聞いたことあると思います。あ、それ蛍の光ですね。はい、そうです。そう、日本ではお店が閉まる時間帯になると流れる
歌として有名なんですけど、もともとはスコットランドの民謡なんですよ。でメロディはその日本の曲と一緒なんですけど、歌詞は全然違います、うん、オールドラングサインは、まあ、送別などの時に再会を、ね、願って歌う歌です、うん、で基本的には、まあ、お正月にしか聞かないので、やっぱり初めて日本のデパートで聞いた時にすごいびっくりしました、うん、あ、お正月といえばですね、はい、ちょっと待っててください、うん、どうですか、ベサニーさん。わ、すごい着物を着てきました。お正月っぽくないですか。素敵ですね。ありがとうございます。ところで、それがトンビダコですよね、はい、そうですね、これは6号のトンビダコになります、うん、6号では、先ほどお話したどんど焼きの日に、うん、同じ会場でこのとんびだこのたこ揚げ大会があります、うん、6号ではこのとんびだこのたこ揚げっていうのが、まあ、正月の恒例行事として、うん、まあ、すでに定着してるんですね、そうなんですね。最近ではですね、まあ、着物を普段着として、まあ、着ているっていう家庭は少ないんじゃないかと思うんですね、うん、はい、日本では新調した着物を着て、まあ、新年を迎えるという文化がありました。で、改まった格好でおめでたい新年を迎えるということで、着物も新調したということなんですね、まあ、今でも初詣なんかはこういう着物を着て、出かけるという人は多いんじゃないかと思いますね。メサニーさんも着物を着た人を見かけませんか。そうですね、私は日本での正月はもう6回迎えてるんですけど、やっぱり初詣の時はやっぱり見たことがあります。そうですよね、はい、初詣にはですね、有名で人気のある神社仏閣に訪れることもありますけど、まあ、近所の寺社やお寺に参詣に行くという人も多いですね。例えば新田義興を祀る矢口の新田神社では、平賀源内が考案したとされる浜屋の元祖といわれる魔除けの矢守がありまして、これを正月の初詣の際に人々に頒布しています。ところでベサニーさんはどうしてお宅で働いてるんでしたっけ。それは私が説明してあげよう。部長、どうも、観光国際都市部長の青木です。ベサニーさんはイギリスウェールズ出身で、はい、オタクで3人目の国際交流員なんだよ。自治体国際化協会、通称クレアのジェットプログラムっていう事業があって、その事業を使って来日してオタクに来てくれたんだ。そうですね、2015年都内で初めて国際交流員を採用したんだ。今23区ではオタクだけなんだよね。すごいですね。すごいよね。国際交流員っていうのはどういう仕事をしてるんですか。ベサニーさんには通訳とか翻訳とか、また国際理解を深めるためにワークショップをしてもらったりとか、区役所職員の英語の研修の講師をしてもらったりしてるんですよ。それにね、はい、ベサニーさんは絵もものすごく上手なんだよ。ね。まあ、絵を描くのが好きで、よく暇な時にやってます。そうなんだ。それで、はい、その特技を生かして去年からベサニーの大田区絵日記を始めたんだ。辻さん、見たことある。あ、はい、見たことあります。素晴らしい。ベサニーさんがさまざまな場所を訪れて感じたことや考えたことなどを紹介しているよ。日本語版で英語版があって、大田区のホームページでも公開してるから、はい、みんなに見てほしいんだ。日本人も外国人も楽しめるから、本当にみんなに見てほしいよね。部長、勉強になりました。ありがとうございます。部長、クリスマスパーティー一緒にどうですか。それはいいね。じゃあパーティーするならあれ買ってこようかな。じゃあ先始めてて。はい、いってらっしゃい。さっきの話で気になったんですけど、はい、ベサニーさんはイギリスのウェールズ出身なんですよね。そうです。どんなところですか。まずイギリスは4つの国からなっていて、はい、でウェールズはその1つです、はい、で人口は約大田区の
5倍ぐらいなんですけど、実は人より羊の方が多いんです。そうなんですか。大体3倍ぐらいです。じゃあいろんな場所で羊が見られるんですか。そうです。その他に有名なのが、はい、世界一長い名前の駅があります。ちょっと言えるかな。キャンファイルプルクルコガルフエントロプランテスリオコゴゴゴっていう駅名で、文字数にすると58字になります。それはすごい長いですね、はい。まあ、日本にも長い駅名、文字数の多い駅名あると思うんですが、そんな長いのはないんじゃないかと思いますね、うん。あと日本で有名なジブリ映画のラピュタの舞台として参考にしたのもウェールズと言われています、で、これはスタジオジブリの公式ホームページでも公開されている情報です。ジブリの作品にも、まあ、参考にされたぐらいの素敵な街だったってことですね。そうなんです。実は私もあのラピュタが本当に大好きで、子供の時はよく見てました。そうなんですか。で、まあ、日本に興味を持ったのもその頃だったかもしれない、うん。ウェールズにはもっと伝えきれないぐらいの魅力があるので、はい、ぜひ行ってみてください。はい、今回は国際交流員のことも分かりましたし、イギリスのウェールズのことも学べてとっても勉強になりました。コロナが収まったらぜひ行ってみたいと思います。ありがとうございます。私も日本の年末年始の過ごし方や行事のことを改めて知れて本当に勉強になりました。ありがとうございます。ありがとうございました。ただいま。おかえりなさい。クリスマスプレゼント買ってきたよ。ありがとうございます。見てみて。何買ってきたんですか。揚げパンと。揚げパンって何ですか。揚げパンってね、大田区発祥なんだ。パン揚げたものなの。美味しそう。うん、一緒に食べよう。月井さんも一緒に食べようよ。ありがとうございます。じゃあこれから一足早いですが、クリスマスパーティーを始めましょう。うん、パーティーしよう。Thank you for watching. Let's study all the time. Don't forget to like and subscribe. Merry Christmas! そして、良いお年を。バイバイ。